こんにちは、ロニブーです。今回もですね、またですね、トミカ歴代名車コレクションですね。今回は008番ですね、三菱のですねランサーエボリューション4になります。詳しくね見ていきたいなというふうに思います。トミカ歴代名車コレクション008番はですね、ご覧のようにですね、三菱ランサーエボリューション4になっています。正直ランサーエボリューションのことはよく知ってますし、かっこいいし速いしっていうのはですね知ってるんですけども、ランサーエボリューションのバージョンというんですかね、型番がですね10まであるっていうことをですねちょっと全く知らなくって、やはりですねイメージ的に言うと、この今回ですね、やはり歴代名車にラインナップされた4ですよね、有名になったモデルじゃないかなというふうに思うんですよね。ラリー関係ですよね。で、スバルのインプレッサーとともにですねライバルとしてですね、このランエボとそれからインプレッサーの戦いというのはですねラリーでいろいろあったんじゃないかなというふうに思います。まあそういう記憶がねあるんですけれども、ちょっとね今回の歴代名車コレクションの中で言うと比較的ですね、私がもう大人になってからということで新しい、車車種ということになるんですけれども、素人ながらランエボっていうのを言ってましたし、で車もなかなかシャープなイメージがですね残ってて、今回のこの方もですねシャープなイメージですよね。こう四角バッターっていうんでしょうかね。で後ろに羽がついてですね、なかなかね普通の車というイメージで、もちろんですね、RS でしたっけね、っていうモデルがあって、レース仕様のモデルもあるんですけれども、通常のですね、民生用といいますか販売用の車も、あるということで、まあ、こちらその方になるんでしょうけども、その当時私の中では憧れのですね 4WD の車かなというふうに思います。まあ、四駆といえばですねやっぱりね富士重工スバルっていうのがですね昔から有名だったんですけれども、ここに来て、まあ、たまたまいろんな意味でですね、この三菱のランエボが特にこの4というバージョンがですね一番、売れたというんでしょうかね、だったというのと、それから世界的に見ても人気があった車ということになるんじゃないかなというふうに思います。その後ですね、当然4もですね映画なんかにも出てたり、あと4以降のランエボもですね各種映画にですね登場しているという形になるんですけども、当時なんとなく三菱とそれからジャッキーチェーンのこの中っていうんでしょうかね、ジャッキーチェーンの映画に三菱の車がですねよく登場してくるというような形でですね提供やったんですかねっていうような意味で、なんかそういう印象もあるかなっていうふうに思います。これはねその映画がですねランエボーの4だったのかどうかっていうのはねちょっとわからないんですけれども、はい、でとにかくその当時この車本体の仕様の中で私が感覚的に印象的なのはですね、この後輪ソーダっていうんですかね、ちょっと詳しく名前わかんないんですけど、後輪がこう曲がることによって、曲がるっていうんじゃない、後輪の回転速度を調整することによってこうね、はい、曲がりやすくするっていうところがですねやっぱりインパクトが強い車だったんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、他の車でもですね同様の機能をですねつけたものもあるんですけれども、ラリーに出てるという意味で、なかなかすごい車じゃないかなというふうにその当時思った記憶があります。ただそれ以上ですね私あんまりねかっこいいなとは思ったけど、自分が乗りたいなという車ではなかったというふうに記憶しています。はい、個人的にはインプレッサーの方が好きだったっていうのがあるんですけど、まあ、今回はですね、ランサーエボリューション4ということで、はい、ちょっとね詳しくね見て車体の方を見ていきたいというふうに思います。でこれ今回オリジナルカラーが赤ですね、オリジナルカラー赤ということで、で車内というか室内のカラーリングがブラックですねになってますね。でこれきっとね、その当時のことを思い出せばですね、モモハンドルにレカロシートみたいな感じになってるんでしょうか、ちょっとね分かりませんけど、はい、今回ね、このフロントのところのライトですね、はい、クリアパーツで、イエローのウインカーがねペイントされてるような形になってまして、そして、ここグリルのところもね黒くなってて、そしてここもね黒くシールかな分かんないけど、ついてますね、
はい、ちょっとねやっぱりここ最近のモデル、ここ最近って全然最近じゃないけど比較的新しめの車ということになってるのかなと思いますね。で後ろもですねストップランプがね赤なんで目立たないんですけど絶妙に赤のペイントがされてて、うん、嬉しいなという気がしますね。はい、いかがでしょうかね。でここ今見て思うんですけどやっぱりねランエボ4のですね特徴はこのヘッドライト、このバンパーの中に入れられたヘッドライトが特徴的だったなというふうに思います。そしてタイヤサスペンションですね、サスペンションがあってタイヤが太いタイヤですね、太タイヤになってますね。はい、では後ろの方を見ていきたいと思います。トミカ、三菱ですね、三菱ランサーエボリューション4ってなってますね。でスケールが59分の1ですね、59分の1。そしてメイドインベトナムという形になっています。はい、いかがでしょうかね。はい、私ですね、ランエボのコレクションはねどっかにあったかもしれないんですけども、こちらもですね同じくですねトミカで私は持ってなくって、ランエボの方もホットウィールだったと思うんですけどちょっとねよう見つけられなかったんで今日はちょっと用意してないんですけど、やっぱりね、海外でも人気のある車、三菱ランサーエボリューション4という形で、まあ、この4の次が5という形になるんですけども残念だったのはもう勢いがなくなってきたっていうんでしょうかね。ラリーでいうグループ A とかグループ B とかってあるんでしたっけね、ちょっとわからないです。その後次が WR カーみたいな仕様に変わったんですかね、ということで結構無制限な改造で、レースができるようになってから結構ね、このランサーの方は苦しい状態になって、続かなくなってきたみたいなところになったんかなというふうに思うんですけども、やっぱりね今回このミニカーですね、当時ランサーエボリューションが超全盛時代超売れた時の車ということで、非常にね素敵なかっこいい車じゃないかなというふうに思います。今回ねこちらセブンイレブンのですねトラックの方ですね、トミカの方ですね、見たいなというふうに思います。こちらですね、ここですね、はいはい、ここで分かりますでしょうか、トミカイスズエルフですね。でスケールはもう書いてないんですけども、メイドインベトナムということで、こちらですね、サスペンションがあって普通のタイヤですね。そしてギミック的にはこの後部のですね、はい、荷物入れのところが開くという形で開閉できるようになっているセブンイレブン用のですね、搬送用のトラックという形になっています。はい、いかがでしょうかね。ランエボ4があった時代にこういう風な雰囲気の情景ってあったような気がするんですよね。ちょっとね楽しんでますけども、トミカ歴代名車コレクションですね、008番三菱ランサーエボリューション4でした。かっこいいですね。それではまたご覧になってください。さよなら。